これフェザーアーティストのフェザーヘルパーヘレ・エゲン、あのホーセカーレンとエゲンですよね、使ってたのが。でこれは送ってくれたんですけど、切れ味もすごいですね。もう抵抗なしでスーって切れる感じです。でフェザーは本当に作りやすいですね。フェザーヘルパーっていうだけありますよ。ブラボーとかも作れないことはもちろんないんですけどね、作りやすさが違いますね。これは本当に作りやすいですよ。薄いフェザーできますね。私は基本ナイフ1本っていう考えなんで、まあ別に何用とか分けるつもりはないんですけど、まあこういう楽しみ方っていうのもいいかもしれないですよね。まあ多分これはメッセージが入ってるんじゃないのかなと思ってるんですけど、このナイフが来るの知らなかったんですよね。あなたもアートになりなさい、アーティストになりなさいっていうことなのかもしれないですね。で私の場合はフェザー作るときは片面しか作らないですね。周り一周とかはさせないですね。押し切りと引き切り使って片面だけですね。もう着火させてくださいっていうようなフェザーだと思うんですけど、本当に作りやすいですよこれ。ただこれストライクはできないんですよね。ちょっとこれで着火できると思うんで、これですよ。すぐつきますね。これすごいですよ。フェザーヘルパー。皆さんもフェザーアーティストになってください。